1月27日、大田区にある田園調布せせらぎ館で、春の花を使ったフラワーアレンジメントの教室が行われました。田園調布せせらぎ館では、季節や行事にちなんだフラワーアレンジメント教室を定期的に開催しています。今回は平日の夜の開催ということで、仕事帰りの人や家事を片付けた主婦も参加できると多くの申し込みがあったそうです。このクラスはお勉強するというよりはその時その時の季節を楽しんでいただければいいのかなと思いますので、もうその方その方が楽しく過ごしていただけるっていうのを一番に考えてアドバイスとかもさせていただいてます。参加者が挑戦するのはスイートピーなど春に見ごろを迎える花を使ったブーケ作りです。茎を切り揃えた後、一本ずつ花を刺しまとめていきます。この時に中心から円を描くようにすると見栄えが良くなると講師からアドバイスがありました。丸くきれいに回るようにやりたいんですけど、すごい難しくて悪戦苦闘してます。参加者はおよそ1時間かけて思い思いの作品を仕上げました。最後にラッピングをして完成です。出来上がったブーケを参加者同士見せ合う場面もありました。自分としては周りと思い通りにできたかなっていう感じですね。90点ぐらいかな。